西日本では今日の日中にかけても各地で激しい雨が降りそうです。大雨に対して厳重に警戒をしてください。まずいただいたリポートになります。こちら福岡県の筑後市ですね。このように、道が奥の方まで、続いているようなんですけれども、冠水している様子がうかがえます。筑後市の付近でもこの24時間で、おむね200ミリぐらいの大雨が降っているんですけれども、それ以外のところも含めて、雨のトータルをご覧ください。こちらがこの24時間に降った雨の量です。特に多いのは長崎県の雲仙岳ですね。24時間の雨量が500ミリを超えております。その他福岡県の筑後地方や熊本県の熊本地方などでも、多いところでは300ミリ以上という雨になっておりまして、記録的な大雨という状況になっております。それ以外にも、中国地方の特に西部、こちらの方でも24時間の雨量が100ミリを超え始めました。この後も激しい雨に対して警戒が必要です。雨雲の動きをご覧ください。特に活発な雲なんですけれども、九州ですとか中国の主に西部ですね、そして四国を中心に流れ込みやすいです。一つ強い雨雲が抜けたとしてもですね、次の雨雲が入ってくる、こういったことを繰り返すというふうに見ております。日中にかけても断続的に、雷を伴った激しい雨が降りまして、この後向こう24時間で予想される量、九州の北部の多いところでは300ミリ、四国では東部中心に300ミリ以上、中国地方でも200から300ミリに達する恐れがあります。トータルの雨量が500ミリ以上といった地点が九州エリアを中心に増えてきそうです。土砂災害や河川の増水氾濫、そういったものに広く厳重に警戒をしてください。